ですね、ただいまめちゃくちゃ急いでおります。私なんで急いでるかっていうと、これバレンタインの動画なんですけど、13日の日曜日なんですよ今が。でたっちゃん日曜日毎週サッカーやから、サッカー行っててあげたくて、バレンタインサコとかにも。で試合が終わるまでに持っていきたいんですよ、作ったやつを。だから作ってるんですけど、時間がまあまあやばくて、ちょっとマジで頑張っていきます。今日作るのはパンとフィナンシェです。フィナンシェはお父さんが食べたいって言ってくれてはって、ちょっと作ろうと思います。マジで今から業者くらいの量のパンとフィナンシェを作る予定なんですよ。昨日ね、こんな感じで量は測ってあるんですよ。やばい、ちょっといけるかな。あ、ちゃう、間違えた。なんでパンにしようってなったかっていうと、私も達也も甘いものがそんなにめちゃくちゃ大好きっていうわけではないから、パンにしました。ほんまに寝すぎたって言ってもまだ7時とかなんですけど、パン発酵とかあるから寝すぎちゃいました。なんかこの発酵とかの時間にフィナンシェ作ったり化粧できたらいいなって思ってます。なんか動画とかいっぱいあって、パン作りのいろんなの見て勉強したんですよ。 30g、 お母さんが来てくれました。おはようございます。マジで間に合わんもん。頑張りましょう。絶対に間に合わない。アーモンドプードル全然出てこない。もうこれも古いもんな。うん、だって20年。計量してる最中にさ、このお菓子、うん、見た？何？メンバターなくてさ、リカ。あ、見た。メンバター。俺のことはもう大丈夫だから、俺のことは置いといてくれ、頼んだ。なんか幼稚園の時とかこうやってママ作ってたよな。作った。めっちゃ作った。懐かしい。じゃあこれどうする？これほな、リコ、それで、うん、はい、これ、はい、はい、これもう使えへん。もう使わん。はい、あ、砂糖、砂糖ここ、うん、これ塩入れない。真っ黒にしとか。そいでる。さっき達也とちょっと喧嘩した。なんで？喧嘩っていうか、うん、リコが勝手に怒ってただけやけど。なんで？なんかママに何でも作るから。何仕事？リコが起きへんとか。いいやんか、それママ達也の約束事やねんから。そんな。かわいそう、ね、すぐ作る。俺たちはもう共同体やで、言っとくけど。マジですぐに LINE で作るから。いやでもすぐ来るから、もう結果でもママが来た方がこうはかどるね、リコ。え、そうやで、言っちゃう。ありがたいねんけど、うん、すぐ何でも作るから、なんですぐ作るのって言ってただけ、うん、いいやんか。それでもママ立ってたりすぐ作るやっていつも言ってる。板挟みやん。言われたんです、リコに何でも言う。それも作りやんか。それも作り。リコが何でも言えって言って、リコが怒ってることもチクってんねや。じゃあ全部言うやん。よし、はいはい、ふくふく。ちょっとパンの成形すごい楽しみ。パンの成形もやってくれんねや、うん、すごい楽しみ。ちょっと失敗したらどうしよう。それはそれ、カチカチのパン持ってったらよかった。これは角で間に合わへんわ。うん、間に合わない。達也帰ってきました。うお、びっくりした。
俺さ、試合中さ、リコが来るかなと思ってさ、うん、ずーっとキョロキョロしててさ、もうパスみたいなプレーしてもうた。間に合わへんかった、行くの。間に合わんかった。もう慣れてる。もうカメラ持ってほしい。俺が持つん。とりあえず今日勝ちました。おめでとう。暗っリコがもともとな、持ってきてくれる予定やってんけどな、間に合わんくてリコは泣いてます。今日の本当の予定はね、うん、今日私が朝の5時に起きて、達也がサッカー行くまでに作り終えて、でそれを達也に渡して、みんなにも渡してもらって、で、達也が帰ってくるのをお昼ご飯作りながら待って、お昼ご飯食べて終わろうかなって思っとって、この子が、うん、だけど、もう全部リコが起きるの遅かったせいやねんけど、それは社交からなんか電話来てた。もしもし、どうしたん。今日、夕方空いてる。うん、いいよ。今帰ってきた。なんかリコがなんかちょっと話あるって久しさこ、あ、久しぶり。バレンタイン作ったからさ、持ってってもいい。あ、全然全然あ、今年ももらえるんや。あ、いいですか、持ってっても。誰にももらえへんからな、リコくらいかくれんのじゃあ持っていくわ、持っていくわ。え、家来てくれんの。ちょっとまた予定決まったら連絡するわ。また連絡して。はい。じゃあね。はい、後で。お疲れ。はい。サコ可愛らしいな。可愛いでしょ、サコ。ちゃんとマスクして作ったから。マスクして作った。うん。みんなマスク外してほしいかもしれない、逆に。外して作ってほしいって言うかもしれない。ママは外してたって言っとる。ああ、いい湯やった。あー気持ちよかった、シャワー。お腹すいたな。リコ今ちょっと出かけたからな、一瞬なんか食べようかな。お腹すいたな。なんもないな、なんかないかな。あれ、え、なんやこれ、めっちゃうまそうなパンある。うわ、なんで、うわ、なんやこれ。一個ぐらい食べてもいいかな、これは。じゃあツナが3つあるから一個食べても絶対バレへんな、これ。うまそう、めっちゃうまそう。じゃあこれいただきます。ちょっと待ってくれよ、あいつパン屋もできるんかよ。マジでうまい。プロテインのも、チョコとかのイメージがあるんやけど、なんか俺がチョコをあんま好んで食べへんというか、そういうのをなんかめっちゃくちゃ最初出会ってすぐぐらいの時にリコに言ったことがあって、そこから基本バレンタインはチョコとかじゃない、俺が大好きなフィナンシェやったりとか、甘くなくて美味しいみたいな、なんかそういうのを絶対用意してくれてて、マジで愛されてんなって思ってます。しかも何がリコすごいって、これちょっとまあ全部ここに映ってないんですけど、もうエグい量を作ってくれてて、これなんでかって、なんか俺だけじゃなくて、俺の家族やったり兄弟やったり友達、サッカーのチームメイトとかに毎年作ってくれてて、バレンタインってやっぱり好きな人にあげるっていうのがあれやねんけど、俺の大切な人やったり、俺がいつもよくしてもらってる人、そういう人たちにリコは絶対なんかこういう時作ってくれて、これ持って行ってとか、なんかこれサコとか食べれるかなとか、なんかそういうところがめちゃめちゃ好きなんですよ、俺リコの好きなところの上位に入ってくる。なんか俺以上に俺の周りを愛してくれるっていう、大切にしてくれるっていうところがほんま好きですね。プロテイン飲もう。マジでええやつなんすよ、リコって。彼女やからとかじゃなくて、普通に友達やった時とかもあるんですけど、なんか人の悪口とか一切言わへんし、心がもうほんま真っ白。ほんま平和主義で、人が傷つくぐらいならなんか自分が傷つくぐらいの人間です、リコは。本当にありがとうございます、いつも。リコ帰ってきました。ただいま帰りました。お帰り。たっちゃんがパン食べたって自供したおい、それバラすの早いってみんなに。マジですぐ言ってきた、パン食べちゃったって
嘘つかれへんね俺。しかもチンセント食べたやろ。チンセント食べた。でも美味しかったでめっちゃ。うん。ちょっと遅くなっちゃったけど。はい。お昼ご飯。うん。食べる。うん食べる。あ、もうお昼ご飯っていうレベルじゃないけどさ時間的に。お昼ご飯の予定やったからなんか全然少ないねん多分。少ない。うん。けどまた夜も食べたらいいやんか。わかった。これでいけてる？こんな感じで。近いね。近いね。勝ててよかったな今日。いやほんま勝ててよかったよ。一応大阪ベスト4やから。あ今？うん。あそうなの？すごいやん。つい勝ったら決勝やから決勝は見に来てな。つい勝ったら決勝な。うん。次の相手が強いから決勝に行ける可能性はまあちょっと低いけど。えでも前行けたの？まあ前はな。いけるやんじゃん。リコの応援がなかったら無理や。めハートやん。え、でも自分やで。めっちゃ好きそうな顔して見てるやん、俺のこと。自分やで。やばい顔してんで。もう。もっと優しい顔やけど、リコできへん。マジで止めようぜ、これ。たっちゃんが止めてくれないと止められないんだけど、私。じゃあ、次は完成シーンですね。ああ、やりすぎた。花銀ガープレーマジパン屋さん。どうですか皆さん、セール中です。セールするのか。でもできました。めちゃめちゃいい匂いすんねんけど。え、何チーズ、何だったの。うわ、最高。まずフィナンシェですね。めっちゃいい感じに焼けた。マジで美しい。これが紅茶でこっちがプレーン。たっちゃんプレーンの方が好きやろ。俺プレーンの方が好き。だからオーブレ。パンがねちょっといろいろあってね焼きムラができちゃったんですけど、こんな感じです。すごいよマジでパン作れんの。完璧やん焼き加減も。もうちょっと練習が必要です。でもで、これがカマンベールチーズ鍋。カマンベールチーズ鍋なんや。楽しみ。ありがとう。食べましょう。いただきます。いただきます。ありがとう、リコ。え、ちょっと食べてみていい？試食。うん、食べていいよ。どうなん？前週の方がの分が来てた。前のやつ？うん。あ、そうなん？うんまっ。うん。素人には分からん。さ、うん、俺こっちの方がうまいんちゃうと思うんやけど。これも美味しいわ。めっちゃ美味しいな。うん、これも美味しいで。うん、うわチーズうまっ。うん、美味しいやろ。うん、でも美味しい。食べましょう。めっちゃ美味しい。そう、もう本気よマジで。じゃあもうやって。いただきます。いただきます。うまっ。うん、めっちゃ熱い。めっちゃ熱いよ。えぐい。脱ぎたい全部。え、って今ずっとさ、匂いがさあってさ、フィナンシェのもう食べたわけじゃない。味わかるかな。え、わかる。わかる。うわー、これこれ、もうこの触った感じが。いただきます。ずーっとうまい。これさ、これを小さい頃から食べれる子供たちはほんま幸せやなと思う。え、マジ楽しみ。子供にこっそり俺に全部食わせるって脅したの。子供産まんとこじゃん。かわいそうやから。やっぱ体の汗が垂れてる中で。だね。だね。ハム卵最強やな。だったらめっちゃ好きって言ったから多めにしてやんかも。いや、多いと思ったら、うん、見ていいよ。いや、いいよって言われると思ったら。いいよ、だっちゃん食べって言われると思ったら。巨人がひどくみたいな。そうなんだ。貴公子。うん。
か無理や、俺脱ぐわ。嘘じゃん。なんかこれ新品やねん。新品ちゃうやん。新品っていうか、あの洗いたて。あ、そういうふうに外行くわ。また外行った。ヘイ、アウェイ。笑うやん、マジで。何しても笑うやん。ガチキモい。マジで俺世界一おもろいって思ってまうから、ほんま。はい、してくれ。はい、今回の動画も尺取りすぎなんやろうなって思いながら撮影ボタンを押しました。マジで取りすぎやで、ほんま。どうしよっかな、なんかあげれそうなパンをここにピックアップするわ。うん、たっちゃんのファミリーはこれに入れようかな。あ、そうしよう。で、あ、いいやん。あ、いいやんか。油が。マジで、あれやわ。ごめんけど。自分のじゃなくなった途端、もうクソどうでもいいわ。マジ最低。あ、かわいい。めっちゃいいやん。かわいい。え、めっちゃいい感じ。いいね。いいね。え、ここにはビーバレンタイン。手はちゃんと洗ってるので大丈夫です。でも心配してへんで。とりあえずじゃあ、お兄たちに渡すんですか。うまいな、順番に行こう。早く渡したい。早く渡したい、うん、みんな喜ぶと思う。すごいなんか、あったかい気持ちになるね。リコ見てたら、こうやっていろんな友達にあげてくれて。目サイコパスなってんで、ね、ずっと、どこ見てるかわからんみたいな。気持ち焼いてんのか、みんなに用意してんのが。だそうです。じゃあね、みんなにこの私の愛情たっぷりのね、はい、あのフィナンシェとファンたちをね、届けに行くので、届けに行きましょう。楽しみにしててください、みんな。いやいや、見てる人もう届いてね。あ、そっか。うん。じゃあ行ってきます。行ってきます。行くか分からへんけど、まあ撮れそうやったら撮ってきます。はい、見てくれてありがとう。ハッピーバレンタイン。まずはでおい。じゃあとりあえず私に行こっか。なんかさ、自分が作ったものをさ、たっちゃんの家族で作るめっちゃ緊張する。なんか心臓吐きそうなの。うっ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 う